前回は抗うつ薬の臨床試験に関する論文の出版の偏りについてやりました。今回は一番新しくてまだ日本では発売されていない抗うつ薬であるエスケタミンについてやります。ケタミンは麻酔薬として世界保健機関による必須医薬品とされています。20年近く前にケタミン点滴静脈注射が治療抵抗性うつ病患者さんに対して即効性の抗うつ作用を示すということが報告されました。以降製薬会社はケタミンのうつ病に対する治療効果を研究しています。ケタミンは R 体と S 体の2つの光学異性体があり、 S 体すなわち S ケタミンはアメリカとヨーロッパで成人の治療抵抗性うつ病及び起死燃料自殺気筒を有する大うつ病の治療薬として承認されています。 R 体すなわち R ケタミンはまだ承認されていません。日本国内における R ケタミンの独占的開発販売権は大塚製薬が取得しています。 R ケタミンが承認された場合は大塚製薬が日本国内で独占的に販売を実施する可能性があります。ここからは S ケタミンの治療成績についてです。アメリカにおいて S ケタミンは2種類以上の抗うつ薬に反応しなかったうつ病、すなわち治療抵抗性うつ病に保険適用を取得しています。これだけ読むと S ケタミンは従来の抗うつ薬よりも優れた効果を出しそうな印象がありますが、実態は違います。規制当局 FDA に提出された治験成績を見る限り、エスケタミンの実力はかなり微妙です。これはエスケタミンのプラセボ対象無作為化20盲検比較試験の結果のまとめです。試験は3回実施されたのですが、エスケタミンがプラセボを上回ったのはわずか1回でした。つまり、プラセボ相手に1勝2敗です。あのトリンテリックスの成績と何ら変わるところはありません。65歳以上の患者を対象に行われたトランスフォーム3で、エスケタミンはプラセボと変わらないという根拠が得られたので、少なくとも高齢者のうつ病にエスケタミンを使ってはいけないという根拠があると言えます。唯一プラセボに勝ったトランスフォーム2ですが、モンゴメリー・アズバーグうつ病評価スケール、マドラス、におけるプラセボ群の改善が 16.8 点だったのに対し、実薬群の改善は 20.8 点にとどまり、その差は 4.0 点に過ぎず、エスケタミンの見かけ上の抗うつ効果の約8割はプラセボ効果として説明可能でした。ちなみにマドラスは7から9点の改善が見られた時に初めて臨床的に意味があると報告されていることから、同比気味に見てもエスケタミン、画期的な成績とは言えません。エスケタミンの抗うつ効果は臨床的に無意味である可能性すらあります。仮にエスケタミンないし R ケタミンが日本で承認されたとしても、飛びつく必要はどこにもありません。アホな、失礼、無資料な精神科医に騙されないように、皆さんどうぞご用心ください。今回は以上です。ご清聴ありがとうございました。次回は抗うつ薬、従来の抗うつ薬の臨床成績について詳しくやっていきます。